ップバトル A グループの最後の、5社目ですね。稲穂株式会社、野菜収穫ロボット開発のハロボットです。よろしくお願いします。はい、稲穂の一木です。よろしくお願いします。我々何やってる会社かというとですね、野菜を収穫するロボットを開発している会社でございますと。で、動画が回らないとなぜだということで、これが回らないとですね、話にならないんですが、回りましたと。で、音が鳴らないと、なぜかと、なってます。このようにですね、今農家さんがですね、手作業でですね、しゃがみ込んで一本一本取るみたいなことをやってるんですね。で、それをセンサー使ってですね、収穫適期のものだけを見てると。具体的に25センチ以上みたいな長さを見てます。で、このですねロボットアームを今すべて内製で作っておりまして、ほぼほぼですねモノタロウで購入した部品で全部できているというところで、交換したり修理したりもしやすいように作っております。で、もうすでにですねこのように自立走行ができるようになっておりまして、人がいなくてでもですね勝手に探索して、収穫適期があるかどうかを見て、どんどん取っていくというようなことをやっております。で、このようにして、ビニールハウスからビニールハウスに移動するみたいなものですね、自動でできちゃうみたいな。で、アスパラだけじゃなくて今キュウリなんかも収穫してるんですけれども、特徴としてはさっきのアスパラロボットそのままキュウリでもできてます。違うのはですね、この白い持ち手の部分をくるっと逆にしてるというだけで、非常に汎用的にですねやっておりますと。で、なんでこんなことやってるかというとですね、農家さんってあと10年で、生産者半分になりますと。で、その中で我々が注目しているのは施設栽培というですね、ビニールハウスの農家さんは、1形態あたりですね、15年以上生産面積横ばい状態なんですね。全く生産性が上がってないと、15年っていうふうにテクノロジーが入ってない世界があります。で、なんでかっていうとですね、とにかく収穫作業大変なんですよ。で、そうすると人が集まんないんですね。なので、全然生産面積増やせないということが起きております。で、じゃあなんで機械ができないかっていうと、このサイズと色とこの場所っていうですね、この3要素を人が目視で判断して手で取る必要があるというところです。で、このですね、それを必要な野菜を選択収穫が必要な野菜と呼んでいて、これほとんど6割とかですね5割とかもう収穫だけに使ってるんですね。なのでここをなんとかしてあげると大きなインパクトを出せるよねと思っております。で、我々はそれをサービス型で提供しようと思っておりまして、どういうことかというと、ロボット無料でいいですと、イニシャルコストはいりません。で、ロボットがですね一本一本こう収穫するためにこれが何グラムとかって分かりますので、これと市場の取引価格を引き当てて、そうするとロボットが取る収穫高が分かるんですね。それに対してマージン 15% もらうっていう、重量課金のモデルでやっていこうと思っております。なので我々は、サービス事業者だという立ち位置でメーカーではございませんというところです。で、市場としてはですね、導入 20% できるぐらいできると、1600億ぐらい取り扱いができて、そこから 15% ぐらいマージン取れてこのぐらいの金額になると。で、実際のですね、数値で見ると、4人今収穫作業しているところ1人とロボットで1台でできますと。で、そうするとですね、やりたいこととしては雇う人半分でもいいですと。その分面積2倍できるようになるんですね。で、そうすると農家さんからすると所得2倍になって、我々も1農家さんから300万ぐらい入ってくるみたいなことをですね、今後5年で5000台ぐらい運用していくみたいなことをやっていこうと思っております。以上です。ありがとうございました。ございました。それでは質疑応答に移りたいと思います。ルーカス。Thank you for your presentation. With machinery like this, what are the dangers of damaging the produce or dropping it and not being able to pick it back up for the farmers? わかんないっす。Hi. Can you hear me? 聞こえます。ロボットが野菜を傷つけることないかってことですね。ないです。今のところですね、そういったことが起きてなくて、で、取っちゃいけないところがあるんですね。例えば茎とか枝とかですね。で、そういったものをちゃんと認識して、で、その周りの半径3センチにはロボットが入っていかないみたいな形の制御を加えておりますので、そういったものはなるべくないようにというふうにしております。Thank you. はい、はい、どうぞ。どうもありがとうございます。はい、選択収穫って、はい、多分今言った茎の話はあると思うんですけど、一方で色づきだったりとか、はい、重さだったりとか、はい、場合によってはこう熟練者しかわからない色艶みたいなもので選択していくっていうものもあるんだろうなという気がするんですが、はい、そこって今の技術でいくとどれぐらいクリアしてるっていう理解でいればいいですか？色の部分はこれからなんですけれども、はい、さっきのですねアスパラとかキュウリとかナスとかピーマンって全部長さで見てるんですね。なのでそこに関しては、もう本当にセンチ単位で全部わかるようになっているというところでございます。このためでちょっと心配だなと思ったのが、はい、ロボットが選別した後でまた人間がもう一回見て結局もう一回選別するという作業が発生していると結構効果半減だなと思うんですけど、現状の使われ方としてはそういったところって起きてますか？選果機っていうのがもうあるんですね、はい、なのでそこの部分はもう人がなく自動化できてるんですけれども、その手前の収穫するっていうところだけがとにかく人手でやってるので、そこをなんとかしてあげると、まあ、制作面積2倍3倍とかでできるよねという感じでございます、うん、ありがとうございます、はいはい、ではどうぞ。さっきのロボットって、まあ、導入するときはコンフィギュレーションなんかしたりして、あと普段もなんかアプリで監視するとかそういうことが必要なんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、だとするとその高齢者の人が多いという環境だと、まあ、結構そこら辺その導入の難しさがあるのかなと思ったんですけど、はい、どうでしょうか？我々サービスメンテも全部自社でやるっていうふうに考えておりまして、で拠点をですね作って、そこから半径30分の農家さんにしか提供しないということを考えています。なので何かトラブルあったらすぐ台車持っていけるような環境であったりとかで、一大生産地行っていくとですね半径30分に500件とか600件とか農家がいるんですね。なのでそういうところだけをまず重点的にやっていこうというところから考えております。じゃあそういうそのユーザーさんのリテラシーが低くても、はい、そこはこちら側でカバーする。そうですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。あと1問大丈夫ですけど、どうぞ。ちょっとクイックにすごい面白いなと思ったんですけど、すごい気になったのがスループット、つまりその1台のロボットを何台か稼働して、その人がバーッと入った時と同じぐらいのスピードで1日あたりのその収穫量がちゃんとカバーできるのかっていうのが気になったんですけど、はい、ロボット時給かからないので、今考えてるのはですね、人が4人で4時間やってるところをロボット1台と人1人で6時間っていうふうに考えてるんですけども、もうちょっと遅くてもいいよって農家さんから言われてます。要はあれセンサーで見てるので夜間とかでも取れるんですね。まあ、なので、長時間になろうがですね、それをとにかく稼働してくれればいいという感じでございます。今のじゃぐらいのスピードでも、はい、人と変わらないぐらいのそのスピードで、まあ、何台か投入すればできるっていう、まあ、1台でもその人3人分、保管できるぐらいのスピード感でできるというところでございます。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。菱木さんありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、以上5社の皆さんでした。ありがとうございました。